こんにちは、あみです。本日はですね、昨日の公式生放送で、発表されました鬼滅の刃コラボの新キャラたちの性能を見ていこうと思います。まずですね、皆さんが待ちに待っている甘露寺みつりちゃんですね、見ていきましょう。レアリティは星7かな、7でバインドスキブが3つ、封印とボイスです。で、属性はですね、火光ですね、変身前が。で、26ターン変身で盤面が76マスになる、敵の行動を3ターン遅らせるで変身になっております。はい、そして変身後こちらバインド封印、操作負荷超コンボが5つかなにボイスがありますと。で、3属性になって3属性目は火ですね。スキルが1ターンの間火光回復ルーレットを1個生成、回復力が2倍、4ターンの間ダメージを軽減が4ターンで打てますので、まあ軽減ループ役かな、いわゆる軽減ループ役で、まあ、回復力も返せるしルーレットも、返せるよっていう感じですね。まあルーレットの色がちょっと偏ってはいるんですけど、まあルーレットを書き換える役だったら別に、色をね気にする必要もないので、まあ、割とどこにでも軽減役として入っていきそうかなと思います。というかめちゃくちゃ強いと思います。はい、そしてリーダースキル、操作時間が15秒固定で、火光の同時攻撃でダメージを 78% 軽減、攻撃力が30倍、2コンボ加3固定1ダメージ。まあこれはもう昨日ですね発表された、天元の方か、まあクリスマスメリスとかね、その辺と合わせてくださいよっていうあれですね。やっぱね、操作時間固定っていうのはね、偉大なのでね、はい。かなりいいリーダースキルですね。 78% 軽減で、実質 HP も 4.5 倍くらいかなあると思いますし、固定もコンボ加算もありますと。はい、まあみつりちゃんはねかなり、まあ、いわゆるちょっと持ってたいキャラかなと思います。そして武器スキルが2つ、ドラゴンキラー、悪魔キラー、火と光の泥鏡プラスが1つずつと指プラスがありますと。まあちょっと覚醒だけ見てもかなり強いですね。これはもう変身キャラの上とかにつけてスキブも火力も持っていこうっていう、まあ自分でリーダーの場合はねちょっと指は関係ないですけど、めちゃくちゃ強いと思います。そしてスキル3ターンの間高速ルーレットを1個生成、操作時間が2倍3コンボ加算、敵の行動を3ターン遅らせる。まあ3、スキブ2の3ターン威嚇なので、まあさっき変身キャラの上にって言ったけど、まあ普通に変身したいキャラにつけても強いか、威嚇が通れば変身まで、威嚇刺さればめちゃくちゃ強いですね。はい、なので甘露寺みつりちゃんはですね、本体も武器もかなり強いと思います。玄弥見ていきましょう。玄弥さんですね、レアリティ星6、1個下がりました。バインドスキブが4つ、封印ウェイプラスが4つでボイスと、聴覚性で超コンボ強化持っておりまして、属性闇木ですね。まあ、闇木っぽいもんね。はい。で、スキルなんですけども、6ターンの間、キー闇回復、お邪魔のルーレットを1個生成、1ターンの間、ダメージ吸収と属性吸収無効化が6ターン出てます。まあ、なので、玄弥はルーレットループですね。ルーレットループで、まあ、キー闇回復、お邪魔しか作らないよっていう感じです。これ、キー闇回復、お邪魔がさ、相性いいキャラって今いたっけ？私があんまり闇パとかキーパとか使わないんであれなんですけど、ちょっといたらコメント欄で教えてください。で、まあ、ついでにダメージ吸収も一旦無効化してくれるよってやつですね。そしてリーダースキル闇キーの同時攻撃でダメージを半減、攻撃力が26倍ドロップを消した時回復力 ×20 の HP を回復。まあ、ちょっとこれ話題になってますけど、実質 HP が2倍しかないということで、まあ、ちょっとよくわかんないかな。ちょっとこれはちょっと触れずにいこう。はい、そして武器見ていきます。攻撃タイプ追加、悪魔タイプと、体力キラーがあって自動回復プラスが3つですね。でスキルはですね、本体のやつに加えて操作時間2倍が加わって、でダブル吸収無効も2ターン継続になっております。まあ、その分ちょっとね、スキルターンは重くなっているよっていう感じですね。まあ、これはまあスキルというよりは覚醒として強いですね。周回で、まあ、シバドラとかね、よくシバドラの上に、まあ、最近ちょっとあれか、アシスト無効ダンジョンが多いのであれですけど、まあ、ちょっと前まではね自動回復3つ持ちプラス3つ持ちの、アシストでつけていくことが多かったので、もしコロシアムとかで、まあ、アシスト無効じゃない
のがね復活したりしたらね、めちゃくちゃ強いかなと思います。はい、続きまして虎徹見ていきます。虎徹も、星6ですね。バインドスキブが4つ封印、暗闇の完全耐性と LG プラスが2つ HP とボイスと聴覚性で、まあ、ステアップがあるということですね。消せないと覚醒無効全回復、ドロップ全ドロップ強化が4ターンで打てます。まあ、結構サポート特化っていう感じかな。まあ、消せない回復ドロ強しながら、まあ、LG が多いのでアシスト無効回復だったりもね、回復してくれて、まあ、スキムも十分にあって暗闇もあるっていう感じで、火力は出ないけど、まあ、結構キッパーとかの、まあ、サブだったら強いんじゃないかな。多色とかキッパーのサブだったら全然ありじゃないかなと思います。武器バランスタイプ追加、チーム HP 強化が1つ、指が4秒分ありますね。でスキルが、5ターンの間強化ドロップが、50% の確率で落ちてくる消せないバインド覚醒を全回復、はい、となっておりまして、これはあんまりいいかな。そんなに使うシーンは私は思いつかないので、まあ、指をめちゃくちゃに爆盛りたい時、まあ、あんまりね指 4秒分武器ってないと思うので、まあ、初心者さんだったりとか、まあ、あとね黒飛びとかも結構指が短くなりがちなのでね、そういうの気になる人はいいかなと思います。はい、そして、より1ゼロ式見ていきます。これは虎徹をねリーダーにしてってやつですね、もらえるやつになっております。武器だったんだね。武器でした。はい、スキブが2つ、火と水と、木の泥強プラスが1つずつと TG が1つですね。スキル2ターンの間6コンボ加算、盤面を76マスにする。2ターンの間、ダブル吸収無効が12ターンで打てるようになっております。強いと思います。はい、普通に強いです。まあ、スキブ漏れて泥強漏れて、まあ、TG もねあったらあったで使う場面はあると思うので、まあ必須クラスかと言われたらそんなことはないと思うんですけど、まあ普通に強いよねって感じです。そして最後、善逸と、イノスケに新しい進化が追加されますということで、こちらの性能見ていきます。バインドスキブ4封印、暗闇完全耐性に無効感プラスが3つ、ボイスに聴覚性が無効感見えております。無効感キャラになったのか、まあ、ちょっとね期待してたんだけどな。キャプマベ方面で使えないかなと思ってたんですけど、無効貫通はね流行らないのよ。はい、でスキル見ていきます。 HP50% 減少、2ターンの間操作時間と、自分の攻撃力が3倍、はい、2ターンの間属性吸収とダメージ吸収無効化が6ターンですね。まあやっぱ霹靂一閃ということで HP を削って、はい、まあ書いてあることはやっぱ強いですね。はい、強いとは思いますけど、あーちょっと覚醒が気になるな。まあサフィーラとかなるのかな、光で無効感ってなると。はい、そしてリーダースキル光を9個以上つなげて消すとダメージを激減、攻撃力が、30倍、固定500万ダメージ、光属性の HP が 1.1 倍ですね。まあ 1.1 倍、激減、まあ、最近多いやつですけど、はい、まあうん、全体的にサーフィーラかなっていう印象かな。まあ、他にちょっと使い道あるかな。はい、で武器も見ていきます。副属性光変更スキブ、無効貫通、光ドロ強プラスが2つ、 HP 強化と指が1秒分です。でスキルロックを解除し、盤面を光と回復に変化、ヘイストが4ターンかでドロ強が入りますと。まあ、スキブ4ターンヘイストね、まあスキム4ターンヘイストって意外と、まあ、あるんだけど、あんまり使われてないんだよな。まあ4ターン過剰っていうのはね実質あるんだよな。結構変身時ヘイストしてくれるキャラも多いから、結構過剰ではあるけど、まあ無効カンパで無効カン漏れるしね、ドロキョボ漏れるし HP も漏れるしって考えたら、まあ弱くは、ね、決してない武器かなと思います。はい、そしてイノスケの方です。スキブ4封印、7強プラスが4つ、ウェイプラスと、ボイスと聴覚性で7強プラスが見えておりますね。はい、で属性キーキーでしょ。でスキルロックを解除し、両端縦1列を木に変化、1ターンの間ダメージ無効貫通3ターンで打てます。おお、なるほど。まあこれはちょっとイノスケシステムというか周回向けかな、の感じが、なんかゾロとかそういう感じの、なんかスキルが似てるかなって感じですね。リーダースキル木を4個以上つなげて消すとダメージを、
撃弦2コンボが3、昨日2コンボ以上で攻撃力が30倍、回復力2倍、の固定1ダメージとなっております。まあそうね、やっぱりまあ流行るかは知らないけども、イノスケシステム的なのは3体置いてね、強いんじゃないかなと思います。はい、そして最後武器見ていきましょう。体力タイプ追加、スキブ7強が2つ、操作負荷と指がありまして、スキルはですね、3ターンの間自分の上限値60億になる、3ターンの間ダメージ無効貫通が、14ターンで打てる、スキルとなっております。なんか覚醒すごいな、覚醒すごい強そうですねこれはね。まあ、ちょっと火力足んない、覚醒してるなっていうキャラに持ってあげてしっかりカンストできるようにねできるし、まあ、スキルも普通に強いな、これ60億上限だしね、まあ、もともと強いキャラにつけてあげて上限解放するっていうのも、ありですね。まあ、どちらかというと私は武器の方が好きだし、使われるんじゃないかなって思っております。はい、ということで以上、まあ、今日の紹介は以上なんですが、明日もまた新キャラがね、紹介されるみたいなので、また明日、発表されたら動画撮りたいと思います。ということで本日は以上です。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではさようなら。しげしげチャンネル。